安倍元総理の死亡が確認されたのは午後5時過ぎですそれを受けての静岡県内の反応です浜松市の鈴木康智市長は同じ政治家として志半ばで命を落とされた安倍元首相の無念を察すると私も胸が引き裂かれる思いですとコメントしていますまた自動車メーカー鈴木の鈴木治相談役は インドの工場開所式にご出席いただいたことは、今でも昨日のことのように覚えています。心よりご冥福をお祈り申し上げますとコメントを出しました。